はい、まだ日曜日の日にさ、今日、先週俺で1回も来ないんじゃないか、会社ね。でさ、まあいろいろね、セミナーなんかさせてもらってね、で、まあまず一つ、この間のね、まあ、賃貸 の、 セミナーをやらさせてもらった時に、なんとかな、うちのね、その、話としてはさ、本の出版記念公演だからね、本の話だけすればいいんだけども、まあ、せっかくあるっつってさ、OM のね、オンサイトマネジメントの事業の話をもうね、全般の方でさせてもらったわけ。そしたらさ、まあ、古から来るね、来てたお客さんが、やっぱりさ、なんとの、そこまでやってくれてんのっていうね、ことなんだよね。よく考えてみるとさ、保険も一緒で、何かあった時に、要するに、ね、即時対応できるのと、要するに、できなかった時ってあるよね。で、うちのオーナーさんってさ、みんなね、要するにそれが、うちのやり方が当たり前に思っちゃってるじゃん。だからもっとクオリティ高いところを目指してるもらい、ね、当然うちの方も目指すんだけども、ね、うちの当たり前のこの基準で考えた時にさ、要するに、ね、OMS でね、毎日毎日こうさ、定期巡回してるっていうね、ところちょっとね、理解してない人結構多いのよ。で、この間もね、ほら、エアコンの関係のね、問題もあってさ、で、うちの場合はね、即時対応したでしょ、今年。だから問題あんまりないじゃん。だけどさ、他の会社はさ、残念だけど、エアコンね、準備できなかったんですよ、この猛暑でね。で、いうことになると、やっぱりトラブルって出てくるよね。で、その時に、トラブルの対応が、要するにできる会社とできない会社ってさ、あって、で、うちはできる会社じゃん。で、これをね、ちょっとね、告知しすぎなすぎてるんだよね。だから、ね、なんかみんな勘違いしてさ、なんか管理は、安い方に流れてるけども、で、この間の小川君のブログでも見た通りさ、管理ダメだったら建物ダメなんだよ。要するに、ね、それはさ、オーナー気がつかないんだ。だから管理のクオリティってことについて、要するにさ、ね、まだまだ僕たちの会社の中でもっとね、告知するべきだと思うんだ。だそうすると、要するにね、まあ、当たり前だけどもさ、クオリティ上げるってことはお金がかかることだから、ね、でそこのところをちゃんとさ、ね、理解して、僕たちは定期、ね、要するに定額をさ、要するに定期巡回の人たちにお金払ってるわけだから、まあ、そのコストってのは当然かかってくるよね。それは管理料に跳ね上がりに決まってるじゃんってこと。ね、だから、ある意味では、そこの部分をね、もう少しちょっとね、告知した方がいいな。みんなびっくりしたからね。いや、俺これ初めての話してないんだけど、たまたまね、5、6年、僕はね、賃貸管理のセミナーやってなかったから、要するに、その部分はね、告知されてないみたいなんだ。だからぜひね、ここをね、もう少し告知していって、ね、うちのクオリティの良さをさ、ちゃんと説明した方がいいなと思うわけ。で、昨日、その後ね、まあ、夜さ、なんかね、貧困家庭のさ、テレビ番組やってたんだよ。で、貧困家庭の子供をさ、ずっとこう、クローズアップしてるわけ。で、親が貧困家庭でさ、で、自分も貧困家庭なんだよ。で、今、何してんの？言ったら、アルバイトしかやってないんだ。就職ができないって言ってるわけ。俺はそうは思わないんだけど、なんかね、今の夢は何ですか？お腹いっぱい食べるのが夢です、なんて言ってるわけ。でも、細くなっちゃってひどいんだよな。顔は出てこないけどさ。でもさ、俺今の時代そんなことない、ね、ちゃんとした、ね、ところじゃなくたってさ、仕事いくらでもあるはずなんだけど、なんかそんな番組をクローズアップしててさ、あ、そういえばさ、お腹いっぱいになるってことは幸せだよな、思って、まあ、昨日おとといお腹いっぱい食べ過ぎちゃってさ、ちょっと太っちゃったんだけど、これよく考えたら食べちゃいけないんだよ。で、だからまあそういう意味でね、お腹いっぱいになるってね、大事だなと思っていてさ、ね、やっぱり満腹っていうことはさ、満足につながるよな。でさ、物事ね、満足する気持ちってものはやっぱ大事でね、それさ、やっぱり賃貸管理もそうだし、まあ職場でもそうだよね。要するにさ、普段のことって満足してないんですよ。だけど他と比べた時に、いや、これ実は満足だったんじゃないのって思うわけじゃん。で、今は僕なんかもうね、昨日たまたまさ、ラジオのね、収録終わって、ちょっと見たら、なんか知らない電話番号だったから折り返し電話したんだよな。そしたら、横浜銀行のさ、三崎支店の支店長から電話かけてさ、で、何言ったら、ね、ちょっとご相談があるんですよ、言うんで、で、まあ、事情聞いてみたら、ちょっとね、ある方からそちらに電話させますか、みたいなこと言ってて、で、昨日さ、まあ、そのある方っていうのかな、まあ、ブログにも書いてあるんだけど、あ、これちょっと消せなきゃいけないなと思ってさ、まあいいんだけど、ね、ある方から電話来たんだよ。そしたらさ、急遽ね、ちょっと事情があって、そごうでね、要するに、京急の120周年記念のイベントがあって、でぜひ、三崎港クラに出てもらいたいんですよ、とは話になって、で、しょうがなくてさ、まあ、ね、夕方、
岩田とか、まあ、テレビカナダのね、要するに、あれ、収録を終えてさ、で本当は昨日ね、森大君のお父さん亡くなっちゃってさ、昨日お通夜だったんだよ。で出るつもりでいたんだけど、ね、大工のお父さん、ね、三崎君くらいよく来てくれててさ、僕もフェイスブック友達でさ、でガンだってことは知ってたんだけど、要するに、ね、喉頭がんでさ、要するに、ね、なんとかな、もう、声が出ない、なんつうの、声帯か、声帯取っちゃっててさ、で身振り手振りでこうね、やってたんだけど、ね、さ、僕たちでさ、普段喋ってるじゃん、ね、でこれってさ、満足な話だよな。で要するにさ、そういうふうに例えばね、声帯取られちゃって喋れなくなるとね、これ満足じゃなくなっちゃうじゃんさ。で喋れなくなると喋れてることの要するにありがたさってわかるよね。普通に生活してることがさ、本当はね満足なはずなんですよ。でそれを要するにまあ、見ながらね、でもこのお父さんずっとさ大工のこと大好きでね、要するに、ね、かほら、なんだかで、福本君がいるとね、まあ、福本君がいた前に立ってるじゃん。で福本君休んでたらさ、大工君立ってるじゃん。その時目がけてさ、家族に来たりなんかしててね、で結構ね、お父さんがね、子供の姿を見るっていうね、いうことをね、見てるんだけど、ね、僕なんかもね、それを見てる姿で考えた時に、いや子供ってさ、ね、要するに正直言ってリスクだろ、ね、ある意味でさ、どういう子供に育つか分かんないわけじゃん。でもさ、親がさ、いつも心配してるよね。でもさ、ああやってね、一人前にこうだんだん育ってくるとさ、そこはね、要するに子供を見る親の目として、まあ、僕は満足だったんじゃないかなと思うわけで、まあ、たまたまね、横浜でこういう大きなイベントがあって、まあ、そこに今度うちが出店してくださいっていうことになったから、まあ、だったらちょっとね、お通夜に行くよりもここの話ちょっとまとめてさ、で、ね、三崎小倉っていうのは要するにね、そごうでさ、ね、出店している姿をね、見せてあげた方がいいんじゃないかなと思ったわけ。まあ、なくなっちゃったけどもさ、だからそういう面でいくと、まあ、お通夜行ってもね、別になんかさ、うちの奥さんも言ってるし、みんな言ってるわけだから、まあ、僕が言ってもどうってことないからね、じゃあこっちの話まとめてやろうと思ってね、思いっきり営業かけてさまとめてきたんでしょ。で、ある意味でね、そういう面でいくと、ね、今さ、そこの出店もね、昔はさ、昔はっていうか、ね、結構そこイベントやってるらしいんだけども、なかなかね、今催事イベントってね、集まってこないわけ。でそれ何かというと短期間じゃん。そう、普通の営業してる店舗でさ、要するにそこの催事場に行くとなるとね、人手がなくなるわなってなると、要するにさ、あ、それはちょっとね、店閉めなきゃいけないから行けませんねとかね、あとは人手がいないから行けませんねなるわけだろ。でうちはさ、ね、別にそこの出店があったからといって、まあ、別にもう店閉めちゃっていいよって言ってるわけ。で経営者が僕が言ってるわけだから、もう店閉めてもこっち優先してやれなんて話を昨日さ、バババ打ち合わせして、でもうみんなでやる気になってよし行こうぜ なったわけよね。とさ、ある意味で今ね、どんどん人手が足りなくなってきてるね。でさ、人手が足りないっていうのは何かっていうと、要するに本当の人手が足りないんじゃないんですよ、ね、できる人が足りなくなってきてるってことでね、できる人が足りなくなってきてるって何かっていうと、例えば板前だってそうだろう、ね、要するに、一人前になるったらさ、まあ5年は最低かかるよね。で5年経ったかったって一人前じゃないじゃん。でね、六本木のね、三浦さん見てれば分かるけど、もう毎日毎日いろんなことやってるよね。でさ、彼はいつも満足してないんですよ。要するに自分のことの腕に対して満足してないから、満足求めてるわけだよね。でもそれを見た姿を、その姿を見たさ、お客さんはみんな満足してるわけじゃん。でそれはね、やっぱり仕事の中で大事なことってのはね、上向きに努力してる人たちを見るとみんな満足するんですよ。だけどなんかのんべだらっとしてるやついるじゃん。そうね、それはね、誰が見ても満足しないわけだから不満が出てくるんだよね。だからある意味でさ、まあ、今回ね、人手不足っていうね、なんかものについてうちはさ対応できるから勝ち戦だよな。であともう一つさ、駿河銀行の状態見てみなよ。あんな状態でね、もう銀行大変ですよ。もうビリビリしちゃってるから。でこの間も、まあ、ある偉い人とね話したんだけど、いやーもう大変ですよ言ってて、でね、もういちいちもう面倒くさいらしいよ。でその面倒くさい中で、じゃあね、融資について今まではさ、ね、ね、駿河銀行も、ね、ノンバンクも、ね、みんなしてさ、いや金貸せ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 、金丸時代だからね、どんどん貸せ貸せって始まったわけだろ。ところが今度は審査が厳しくなったらどうなるの、ね、満足の会社が勝つんですよ。ということはどこが勝つのって言ったら、うちが勝つんですよ。だからそこはね、あんまり悲観的に物事考えない方がいいですよ。いや出しますよって言ってるから。ただね、審査がちょっと厳しくなってるわけ。でもね、要するに、今まで出せてた状態でも出せなくなるところは多くなったわけ。なんでかって言ったら、
あのなんだっけ、上場会社でさ、あの俺の名前知らなかったんだけど、アパート専門のね、あの会社ね、あれもなんか書類解散してさ、バレちゃったじゃん。ってことはあそこで取り扱って上場会社だよの会社の物件については融資しないんですよ、ね、だから ある意味では、ね、製品をいっぱい作ったけど売るときに融資がつかなかったらどうするのって話なんじゃん。そしたらどうするんですか。売れる会社に売るしかないんだよ。ということはそういうとこうちが買ってっちゃって、でうちが売り主だったら売れるようになるわけだ。でもう一つは、ね、仲介会社もそうですよ。今までね、要するにもう何でもかんでも出してたけど、ね、その書類を改ざんした仲介会社もいるわけよ、ね、でね、ある意味でさ、まあ、うちの会社辞めてったやつもね、それちょっと手を染めたことがあってね、で逆に言うとそこはもう一切融資できなくなるわけだろ。ってことはどうなの。うちが勝つわけじゃん。うちはだってそういうこと一切やってないんだから。ということで、ね、今までこの努力した結果っていうのはね、報われるようになってるわけで、僕たちはずっとさ、そこの部分は努力してきたわけだよね。で今積み上げてきた信用があるよねってなった時に、当たり前だけども、ね、うちが勝つようになるわけじゃん。でそれは何かあったら、ね、要するに今までの、ね、要するに事業の形態がね、要するに道徳的なのか倫理的なのか法律的に問題がないのか言った時に、やっぱり最後はさ、法律を照らし合わせてこれやそうぜって話になってたわけじゃん、ね、でさ、他がやってるからやるってことはうちは一回もやったことないでしょ。要するに僕たちの意思で何かをやるってことはやってるけども、それがやってないんだから。だからある意味で、ねね、この間もそうだけど、帝国データバンクの人来てね、いろいろ打ち合わせしててさ、いや社長みたいなところの点数ないですよ、めったに、なんつってね、いうことで点数はいいんですよ。であと創業も ね、来年で20周年でしょ。そう、20年の業歴っていうのは、ね、不動産業じゃかなり評価高いわけってことになると、来年になるとまた点数が1点か2点足すじゃん。そうすると60点今度目の前じゃん。った時に、当たり前だけども、これからの時代ね、アパート一つ買うものを買う時に一般の人たちだってそれ見ますよ、ね、だからいくら偉そうなこと言ったり、いくら、ね、でかいこと言ったって、ね、内容見たら分かることじゃん、ね、ある意味ではそういう面でね、会社っていうのは評価でできてるから、ある意味で、ね、評価の高いところはこれから勝ち戦なわけ、ね、だから、ね、僕はね、いろんな意味ですごくチャンスが来たなと思うわけで、今回も、ね、テレビ神奈川の、ね、番組今日の放送で終わるけれども、この後もまた、ね、番組の制作に対して今度僕がプロデュースしてるわけ今で、今度こういうふうにしようぜ、あしようぜだろう、ね、いい感じにこれがねスタートするだろう。そうすると、ね、まだまだ、ね、要するに、不動産投資のさ、ね、ね、人口ってさ、ね、1% もいないですよ、ね、でこれが例えば 5% くらいになるとすると、ね、今の20倍以上のお客さんが、ね、要するに潜在的な顧客がいるってことだから、ね、これまだ始まったばっかだから、でちょうどこの、ね、始まったばっかりでこういうことがあったから最高な僕はね、イベントだったと思うよ。で金融機関も厳しくなる、ね、今度建築会社に対しても見方が変わってくる、ね、いろんな面でいくと僕たちの、ね、要するに、投資分析みたいな評価っていうことをしながらね、投資してる会社ってうちしかないんだから、だからそういう面では非常にいい形になったんじゃないかなと思うわけ。まあ、ぜひね、来年の3月くらいまではねちょっと厳しいかもしれないけど、ね、3月以降はね一人勝ちになると思うよ。まあ、ぜひ楽しみにしてもらえたらもね、お願いします。